バグってた。から言っただけ。ないけどな。好きとか特に。モバイル充電終わってないや。明日持っていくからしなきゃ。これできてる場所で。流れ星ちょっと見れた。あ、な、多分合ってるかわかんないけど、あ、2回ぐらい見れた。2個ぐらい多分見れた。寒かった。窓から見てた今日。2回ぐらい見れたけど、え、めっちゃ流れてた。嘘、分かんなかった。それは2回ぐらいしか見なかったよ。そんなたくさんは見れなかった。忘れてなかったよ、ちゃんと見たよ。メール送った後に髪切っとこう。これ明日のタイム配信のスケジュール1,2,3 枚で撮れるか。明日は全部で5枠うん、3枚は一緒だったらすぐ書こう。忘れないうちにね。外に出る勇気がある。いや、私も外に出るのはめんどくさかったから窓開けて窓から見た。出てないよ外。寒いもん外出た。リップ薄い。もうちょっと塗ろう。このままで日中眠るのどうしよう。もうそれは仕方ない。それは仕方ない。たくさん寝れば大丈夫。一日中一日中眠いの。それは仕方ない。日中ってのは一日中だ。ああ髪が飛んでた。そう、たくさん寝ればいい。雫公園3曲 あと3曲終わってないから。3曲やって、あとアフターレインまで終わらせたの。さっきヤンナナと光と影とリップグラスだよね。この3曲終わってないから3曲やってお風呂入って寝る。意外と立ち位置覚えてないからな。やんないと。うん、そう。隠し点と中とか忘れまくってた。最近思い直し、何起こした。覚え直した。忘れたから。立ち位置すぐ忘れちゃう。宇野の立ち位置毎回一緒じゃないからさ。いや、振りは分かったとして立ち位置が覚えてないから立ち位置練習しないと。
小三曲を。でもさっきはすぐ終わるよきっと。こないだやったしね。けど。ちょっと練習してもう風呂入ってすぐ寝たい。明日も朝早いし。ジャンプちゃん終わるのってなんない、それとも実際に終わる、あー両方なんていうん、覚える、ゼロから覚えるときは、自分で覚えるときはね、レッスンで覚えるときは別だけど、そこの立ち位置に入りながら振り教えてもらいながらだから別だけど、それレッスンで覚えるときはね、自分で起こして覚えるときはまず立ち位置の振りを起こすでしょ、で立ち位置で踊りながらかな、この踊りながら普通にこの時に何番でみたいな脳内で覚える時もあるけど、踊りながらでも両方ある。ストマックいけそう、多分いける、多分ちょっと早めに行くからご飯食べる時間もゆるいてね、ちゃんと そんな感じかな、覚えることいつもそう、でも先に立ち位置覚えることは絶対ない、振り覚えないと立ち位置覚えれない、わかんないもんだって。グラコロ、グラコロ食べる明日。いやもうこの時期ワック行ったらグラコロでしょ。他のもの頼まないよ多分。ノーマル、明日はノーマル。ふわとろはね、この前のしずくの時に食べた気がする。もう食べたから、次まだノーマル食べてないから今年そっちの方食べる。いや、お弁当何出るかな明日。夜ご飯帰ってきて、持って帰ってきて食べよう。そこの日は食いね。いや、そういうわけじゃないけど、最近あった劇場が、劇場公演、周年のやつ以外でね、劇場公演がどっちも静かだったから、のだけかも。また食べたノンマルは食べても当然な気がする。いや別だよ別、両方食べなきゃ、うん両方食べたい。早瀬さん来るの、あどうだろうね、わかんない、来るかな、コロナ氷のせい、いや多分飲み物頼まないと思います、水あるし飲み物あるし劇場行ったら、まあ多分そうやって頼まない単品だわ。劇場の自販機のおしるこ、おしるこ飲んだことないや、劇場のやつ飲んでない。この間初めて劇場の自販機使った、うまい、使ったことなかった、何飲んだかな、カフェラ、カフェオレ飲んだ気がする。まだ使ったことなかった、あそこのジャンキー。
初めて使った。こないだの雫の時に流行りにしましたね。その時は日のりちゃんもシルコのやつ、あ、なんかおすすめですみたいなやつ、その時は貼ってあったけど、わかんない、今も貼ってあるんじゃないかな。この前行った時はあったよ。ココアが、あ、わかる、私もココア好き、美味しいよねココア美味しい、私も好きだわ。ヤンキーにしじみの味噌汁、え、劇場の、覚えてないわ美味しそう。でも味噌汁、味噌汁もいいね。お汁粉好きだよ私。お汁粉、お汁粉、ぜんざい、え、一緒、お汁粉とぜんざいって一緒え、一緒だよね、わかん、え、違うのかな。ぜんざい毎年飲む、ぜんざい好き。飲むあんこ、え、飲むあんこ、お汁粉、え、なに飲むあん、飲む、え、違うものなのかな、わかんない初めて聞く単語、飲むあんこ、あ、劇場じゃないな。いいね、でもお味噌汁自販機にあるのもいいね。うん、高千穂のカフェオレ、あ、そのカフェオレはめちゃくちゃ美味しい。あとマウントレーニアのミルクをやつ、なんか白いパッケージのカフェオレ、あれが好きあれが美味しい。普通のやつよりミルク多い方が美味しい。好きなカフェオレその2つかな。買うんだったらそれが多いかも。で、そう、モントレーニア美味しい。スーパーで買った、あ、確かにそれはそうそれはそう、購入はちょっと高い。そう、その白のやつが一番好き、モントレーニア。カフェモカ、あ、カフェモカも美味しい。カフェモカも好き。なんかそのカフェとか行った時にさ、ドリンク頼む時いつもカフェモカ大体頼むかも。なかったらカフェラテとか、大体カフェモカ。カフェモカってもう売ってないじゃん、そういうスーパーとかの、ああいうさ、ストローさして飲むタイプのやつで。カフェオレとかばっかじゃん、ないよね、あんまりカフェモカ。だからお店行った時にカフェモカ飲んだりする。でもないよね、グディサンタさんにもお願い飾って、あ、飾ってあるよ、ロビーのところに全メンバーの飾ってあります。ぜひ見に行ってください私のもある。ケニアさんが作ったカフェ、あー、なんか飲んだことある気がする、飲んだことある気がする、めっちゃ美味しかったはず、それ確か。なんか前に飲んだことある気がする、覚えてないけど。クイバック、え、そんなんだったっけ、なんか、え、どんな感じでしたっけな、紙パックだったっけ、え、紙パックの記憶がない、え、
がないんだけど、ちょっと覚えてない。え、ペットボトルとかじゃん。え、え、どんなんだったっけ。あ、え、カウパックだっけ。私なんだっけ。え、でもこれじゃない、私も飲んだやつ。え、牛乳屋さん、あ、これだ、牛乳屋さんのコーヒーだ全然違った。牛乳屋さんのコーヒーっていう、あのインスタントのやつだ。ミルク味、これだ、違ったわ。牛乳屋さんが作ったじゃない、牛乳屋さんのだインスタントのやつ、これだ。これなんかお母さんが前に買ってきてて、これ飲んだことある。これが美味しかった、確か。お湯入れて作るやつ、これだわ。さっき調べてたらさ、牛乳屋さんが作ったって全然知らないパッケージでびっくりしたこっちだわ、牛乳屋さんのコーヒー、これが美味しかった、前に飲んだ時。前コーヒー、そう、なんかカフェオレみたいな感じ、コーヒーって感じで、ミルク、ミルク、ん、ミルクコーヒー、なんていうの、でもなんかあのコーヒーじゃない、あのカフェオレ牛乳屋さんのコーヒー、コーヒーって書いてあるけどコーヒーじゃない、カフェオレです。これこれ飲んだことあるわ。こっちだった、牛乳さんが作ったの方は飲んだことがなかったミルメイク知ってるよ、飲んだことある、あれも美味しい。マックスコーヒー、わかんない、何それ、知らないや。甘いコーヒー、いやコーヒーそこまでカフェオレは好き、カフェオレは好きだけど、コーヒーはそこまでかな。砂糖入れて甘くし、甘いコーヒーもそこまでカフェオレが好き。コーヒー牛乳が一番、あー、コーヒー牛乳、いやカフェオレちょっと違う、コーヒー牛乳とコーヒー牛乳として売ってるやつとカフェオレとして売ってるやつちょっと味違くない？なんかコーヒー牛乳って売ってるやつの方がイメージだけど、もっと甘いみたいな感じがある。家に弟が好きで、確か誰か好きだ、妹も好きだったっけな、でも弟が好きでね、カフェオレ、あの牛乳パックのさ、大きい1リットルぐらいのやつ家に置いてあるんだけど私そんなに好きじゃない弟が好き、カフェオレの方が好き、美味しいけど、それも時々飲みたくなるけど、そう、カフェオレの方が好き。なんか違う、雪印かな、わかんない、どこのメーカーかどこのメーカーかわかんないけど、コーヒー牛乳って書いたやつどこのかわかんない、どこのだろうな、あれ調べたら出てくるかな。コーヒー牛乳、雪印、あ、雪印、え、これかな、あ、これな気もする、これも見たことある、でもなんかね、
違う、これだ、ラクトコーヒー、緑牛乳のこれだ、これ緑牛乳、え、置いたんだっけ、ここ違ったっけ、ここのやつだ、雪印のやつも買ってきてるの見たことあるわ、なんかラクトコーヒーってやつ、コーヒー牛乳って書いてなかったわラクトコーヒーって書いてる、緑牛乳、ここのやつだわ、九州だから九州の会社、大分か、でも大分に本社があるって書いてある、大分のとか、これ緑牛乳、ここのだとラクトコーヒー、緑牛乳は大分でめっちゃメジャーな牛乳、他のとこにも売ってんのかな、普通にあんま分かんないけど、給食で出てくる牛乳、これ給食のさ、紙パックで牛乳出てくるじゃん、ちっちゃい紙パック、この牛乳がもう一回出てきてた、緑牛乳、すごい、たの多分どこもそうだと置いたわ、大分県大分市に本社大きいだから多分大分の、ん、九州北部を思わない市場だから、大分の、大分のところだ、緑牛乳、ヨーグルッペ、ヨーグルッペもあるけどそこまでの、ヨーグルッペどこだっけ、あれ九州だけどスコール宮崎、え、どこだっけな、忘れたあんま分かんない、スコールも美味しいよね、うん、牛乳ここ、うん、確かになんかあれだわ、このさ緑牛乳のさ、なんか直売所みたいな、なんかあるわ、確かに、あるわ、そういえば、マントレニア以外、あ、あるよそれあるよ、でも買うのはマントレニア多いけど、でも家で飲むときはさ、普通にコーヒー牛乳じゃなくて、普通になんか普通の無糖のコーヒーに牛乳入れて飲む、微糖のコーヒーなんか重さあるやつでもいいけど、ない方が美味しいんだよね、45分、ありがとう、じゃああと2分後ですね、ランキング40、え、うん、え、取れた、取れた、若干扉開いてたんだね、気づかなかった、よし、マスキングテープが全然ついてなかったから取ったら全部取れちゃった明日も同じ、明日は違うスケジュールです、7時から9時から10時半から12時半から30分、全部30分と、あとは最後夜が22時55分から23時55分最後だけ1時間、じゃまた後で画像作ります、明日は違います、あと明日はちょっとね、これだとできないんですよね、こっからここまで全然できない、劇場があるからできないんで、
そうこれでやるとね、あの半分できなくなっちゃうからこれではやんないですね。あ、炎上の方ありがとう。劇場から多分ね、一公演だからね、もう時間がないんだよね明日。無理かな、だから2公演だったら合間があるからできるかも。でちょっと13位からランキングますね。13位、あきひこさんありがとうございます。11位、筋肉愛好家さんありがとうございます。11位じゃない、12位だ、さっきの方。11位がまるさんありがとうございます。10位、バトニーさんありがとうございます。9位、おうちゃん03組さんありがとうございます。8位、としのりさんありがとうございます。7位、いろかさんありがとうございます。6位、香港の春マットマーク京かわいさんありがとうございます。と5位、こうへいさんありがとうございます。4位、ラスカールさんありがとうございます。3位、にゃんこさんありがとうございます。で2位、ラボーナさんありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク許可タムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信でも1枠目は視聴時間7時からやります。7時から7時半、1枠目の時間もした。次の枠からちょっと時間が変わるので、また後で画像作って貼りますね。なんだっけ、ツイッターとか755とかインスタに。まだ作ってないもうちょっと待ってて、今日切れるか微妙なんだよね。半円時間かかっちゃってるみたいで、切るさえなかったら自分で切ります。なので不意に時間かかっちゃうらしい。明日は午前中多めです。ちょっと夕方できない、夕方から夜できないんで。もう開いやね、なんか聞いたの、そうやって範囲に時間かかっちゃってるって。だから今日も時間こう見といてくださいって言われた。その切るかわかんないみたいならしい。切れなかったら、なのでもう明日から反映されるらしい、ちゃんと。あ、遅くてもみたいなこと言ってた、確か。合ってるはず。じゃあ明日も朝7時から配信するので、なのでまた明日、ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。バイバーイ。